チャンネルへようこそ。今日はゲストがいます。こんにちは。自己紹介ください。はい、アイファーム株式会社の飯野と言います。私はアイスランドで、日本の美味しいイチゴを今作ろうとして、頑張ってプロジェクトを進めております。素晴らしい。もう私イチゴが一番好きですよ、果物の中で。ああ、すごい嬉しい。なので今日赤く。私も赤にすればよかったな。ミスター。赤くしてきました。素晴らしい。で、なんでアイスランドでイチゴの会社を作ろうと思いましたか。そうですね。まあアイスランドは僕去年行ってきたんですけれども、すごい良かった、大好きなんですよ。イエーイ。でまあ、すごい良かったのがやっぱり自然エネルギーを使って大自然の、まあ、自然がものすごいんですけど、はい、それを使ったエネルギー電気ですとかそういうのを使ってなんか事業できないかなというのを思ってました。なるほどね。でそんな中で、うん、あと日本の食文化も僕が好きなので、うん、日本の美味しいものを向こうに持っていけないかなとか考えていたところ、まあ、この日本の美味しいイチゴを向こうに持っていきたいなと。なるほど。今やっております。ああ、わかりました。で、アイスランドは、まあ、自然が溢れてて、で、地熱もあるから、面白いと思いますけど。もうなんでイチゴ、なんでリンゴとか、うん、バナナとか、じゃなくて。そうですよ。まずイチゴなんですけど、日本のイチゴと、ちょっと世界のイチゴって、ちょっと違うんですね。ああ。まあ、欧米、まあ、ヨーロッパも含めて、結構。酸味が強い、酸っぱかったりちっちゃかったりするのがまあ多い。まああれはあれで美味しいイチゴなんですね。はい。ただ日本のイチゴっていうのは結構農家さんがすごい品種改良をしていて、毎年毎年どんどんなんか美味しくしようって言って時間をかけて新しい品種を作り上げていると。でそういうのがまだ世界にないので、はい。まあこれは持っていきたいなと。まあ味わっていただきたいなと、まあ、世界の方にもすごい思いまして、ちょっと初めにいちごで始めてみました。面白いと思います。なんかいちごはなんかなんだろうね、世界どこでも食べても同じかなって思ってて、うん、でもやっぱりなんか日本のいちごはすっごい美味しくてジューシーで甘くて最高ですよ。で、いろんな種類もありますよね。いちごの中で、それも知らなかった。そうなんですよね。でも今最近まだいろいろ日本もいろんな品種を作っていて、どんどん美味しいのがまた作られてる。だからそれをまあ世界に持っていきたいな。あとはなんか例えば日本のブドウとか、シャインマスカットとか、はい、今世界に出てるんですけども、まあその次ですね。まあいちごを持っていく。日本の食文化と農業技術を合わせてここに持っていく。はい、やったー。これでもうみんなでハッピーになろうよと。なりましょう。素晴らしい。今日いちごも持ってきました。大きいいちごですね。めちゃくちゃ美味しいこのいちご。ちょっと持っていただいて。はい。あ、この一個。あ、一個。はい。大きいんですよ。これ農家さんから直送してもらったやつなんですけど、大きいよ、目より大きい。まあ、スーパーと違うと言ったらあれですけど、はい。はい、ちょっと食べてみましょう。はい。でこれスーパーで見ないよね、これ。そう、こんな大きくて、うん、綺麗なイチゴいただきます。うん、美味しい。うわー、やば。ジューシーですね、やっぱり。うん、ジューシー。そう、ジューシー、ジューシー、本当にジューシー。もうなんか、噛んだ瞬間に、なんか、いちごのジュースが爆発したみたいな感じ。これ本当にチョコレートと一緒に食べたい。ああ、美味しそう。うん、これです。これを作ろうと思っていて、今進めているところですね。やったー。で、アイスランドのいろんな会社と。はい。協力してますよね。あ、そうですね。うん、今向こうの関係者の方たち、ちょっと名前はまだ言えないんですけども、いろんな方が協力していただいていて、でここは今工場地も今向こうに検討しているところで、もう今年の末には出荷ができるようにしたいなとは思ってます。あ、なるほど。でなんか10年後の予定は何ですか？例えば、まあ、普通にスーパーで売ったりしているとか、レストランとか作りたいですか？そうですね、作りたいです、ね。そういうのももちろん作りたいんですけど、あれをやりたいんですよ。いちご狩り。いちご狩り？いちご狩りってまあ、日本ではあるんですけど、まあ、自分で人が自分のしてこの食べる。日本ではまあよくあるんですけども、向こうではないんですよ。ないです、ないです。ないんですよね。ヨーロッパでもないんですよ。で、やっぱりいちごって取った瞬間が一番美味しいんですね。そう。あの美味しさを味わっていただきたい。なるほど。じゃあアイスランドでそういうなんていうか経験を作りたい。体験で観光立国でもあるので、まあ観光に来ていただいたときにそういう体験もしていただくとか。うわー、いやこれは多分アイスランドで流行ってて、そしたらなんかヨーロッパで流行りそうと思いますが、ヨーロッパ人はアイスランドに行ってイチゴを食べると思います。イチゴのためにアイスランドに行くと思います。そうなってほしいな。いや絶対なる絶対なりますよ。植物工場というものでイチゴを栽培するんですけれども、今よくある農家さんでハウス栽培とビニールでやってるものではなくて、建物の中でイチゴを栽培するというシステム、新しい農業スタイルのシステム。が今どんどん技術が発達して、最近ようやく出てきたんですね。ここ10年ぐらいで。今までイチゴも作れなかったんですけど、それもやっと作れるようになって、もう今アメリカでこの授業やってる方はいるんですけれども、それをヨーロッパ側でやるのは多分初めて、世界初かなとは思ってます。なるほど。あ、そっか。じゃあ家の中ではイチゴを作るっていうことで。あ、なるほど。それ見たことないね。そうするとあれなんですよ。太陽とかは関係なくて、自然災害も関係ないと。だからちゃんとしたものがずっと作れる、年中作れるという、美味しいものが年中作れるという栽培方法なんですね。あ、これちょっと気になる。なんかアイスランド物価高いですよね。今なんか最近アイスランド行ったんだけど、なんかいちごの値段が覚えてないんだけど、結構高いですよね。高いですよね。これはアイスランドで作ったらかなり安くなると思います。そうですね。いずれかは安くなります。でも最初はちょっとその高級品として出す形なので、まあちょっと高い。でもそれが皆さんが食べれるように、口に入るようにどんどん価格を下げていって頑張っていきますので。頑張ってください。応援してます。ではみんなどう思いましたか？このいちごすっごい美味しいけどみんなにあげたいよ。これスーパーで買うより全然美味しいよ。今日の背景がちょっと違うと思いますけど、今日はオズっていうレストランにいます。アイスランドラム肉を食べてます。今日はやったー。美味しい。でまたショーツの動画を撮っておくので、ぜひそれも見てくださいね皆さん。でもしみんなこのいちごを食べたいならアイスランドに行って日本では食べれますけど、あれなんですよ、いちご取って向こうに持っていけないんですよ。腐っちゃうんですね、3日ぐらいで。そう腐っちゃう。そうなので日本で作ってもアメリカとかヨーロッパには持っていけない、アイスランドにも持っていけないんですよ。なので向こうで作ってしまおうとか、日本の品種を使って日本の技術を使って向こうで作るという。そういうことね。なかなかないと思います。ないと思います。じゃあみんなは多分アイスランド行かなくても普通に隣のスーパーに行って日本だとそう買えますのででも見てるアイスランド人はこれからこれアイスランドで食べれるので、ぜひ楽しみにしててください。持っていきます